はい、まいりこんばんは、あきぼうでございます。ってことは本日久しぶりというか、これ初めてじゃん。あのウーマンイーツやねんけれども、びっくりドンキー。ということで久しぶりのびっくりドンキーでございます。ということで、まずはビールプシュッと上げていってみよう。チャラッといくで。わおー。ではでは本日もお疲れ様でございました。ではでは本日も暑い中お疲れ様です。乾杯。最高や。うまいな。このなんていうの、まあ炎天下の下じゃないけれども、暑い中にさ、あのずっとおった汗じゃあかいとったら、じゃあかいとったらで、まあ風呂入ってね、さっぱりして一杯ビール、うまいな、うん。で、今回初めてやねんけどね、ウーマンイーツさんで、これビックリドンキーさん、これビックリドンキーさん頼んだんやけども、前からね、あのビックリドンキーさんあんのは知っとってね、100やったっけ、100、150、300やったかな。なぜその、普通サイズのハンバーグの大きいやつだけ選べとって。で、とりあえずこれ、いつものことが、一番でかい300g だけどね。300g ハンバーグで、バーグディッシュを頼んだんやけども。ほんで、前まではそれしかなかった。で、だから最近テレビで見とったら、いろんなメニューが宅配できるみたいな格好書いてたからね。ほんで、うまいさ、見た。ほんなら、味噌汁があったんやけれども、このカレーのルー、あ、カレーのルーはな、これこんだけしか入ってないね。もっとでかいんかな思ったけど、こんだけしか入ってないねんけど、一応これで300円やねん。で、それだけ。ほんで、まあ他にもなんか、ポテトかな、なんかそんなあったんやけど、ここにもまあポテトついてるんやけれども、僕はチーズバーグディッシュつけやねんけども、あ、いただきます。チーズはないみたいな、うん。だからこれから徐々に増えていくんかな、ちょっとわからんねんけどな。まあどうでもいいんやけど、まあとりあえずはハンバーグがここにあって、あれ、ここで野菜は、あれ野菜ないぞ、あれこれ野菜忘れてないんかな、え、おでのなんかさ、これ見てて、こうやって開けると、ほんでハンバーグをこっちこっちこうどけるとさ、ほら、あ、ご飯がここはあんねんけど、あれ、その何やろ、いつものこのびっくりドンキーのあの何ちゅうの、あのサラダ、あのこのサラダかかってるサラダあるやん、あれがないぞ。忘れてるんかな、え、忘れてることないよな。まあええか、まあでも家でなびっくりドンキーいただけるから、いただきます。うんうん、最近はな、飲みに行ったりもちょこちょこしてるけど、でもどうしてもさね、一昔前みたいにコロナがあっても全面解禁されたわけでもないし、で何ていうの、その何ていうの、悲痛なムードっていうわけでもないか知らんけど、どうしても暗いムードやんか。だからね、適度に外行って適度に家でっていうような格好になるんだってことやけど、喉詰まったよね、ビール。うまいな、うん。これでもあれかな、もう忘れてないんかな。で、カレーか、カレーはこれやな、絶対カレーはこれやよな、これね。いただこう。あれでもカレーのルーかって、これなんかお店で食べるルーとちょっとちゃうぞ。うん、前にも言ったと思うけど、もうウーバーイーツさん使って、ウーバーイーツさんね、この出前のやつね、もう1年ぐらいになるんかな。最近はほんまね、配達料がちょっと意外と安い。いっちゃん最初の時なんか800円とか1000円しか取られたけど、今回はやっぱ300円やったわ、うん。で、これが私大好きなドンキーの味噌汁、うん。あれ、ちょっとこれもそやな、言われてみたら若干味が
濃いような気する。なんか、その器が小さいから逆に濃いような気もせんことないな。ほいで、これどうするんだろう。この、いつも野菜にかかってるやつよ。とりあえずこれハンバーグの上にかけてまう？これでも忘れてはないよな、絶対。でもこのチーズバーグディッシュをそのうち私頼みたいんやけど、で今日頼めるかな思ったらチーズバーグディッシュがなかったやな。これが悲しい。チーズなんかこの上に置いたらええと思うんやけどな。あかんねやろか。でこうハンバーグを切ると、これでもね 300g のハンバーグだけはね、女性から見たかておっきいやんか。これ私これ大好きやわ、大満足やこのハンバーグ。うん、でこのご飯とワンプレートに乗ってて、でこの今かけた玉ねぎソースがご飯に染みててさ、柔らかいハンバーグにご飯、なんていうの、玉ねぎソースが甘く旬だそのなんていうの、ご飯食べたらうまいよな。これほんま大人も子供みんな好きやわ。僕らがね、高校生、中学ぐらいあったっけな、高校の時にハマったんですよ、びっくりのりさん。で、高校の時からもう僕は好きやってんけど、で、高校生とかってさ、分かれるやん、ミーハーな好きな人と、ほいで、俺はこんなん嫌いやしてる、分かれてんけども、見事にやっぱあれやな、大人になってからはあれやな、もうみんな好き派が多なってきたね、びっくりのりさん。うん、僕昔はこの柔らかいハンバーガー好きや。ハンバーガー？ハンバーグ？うん。このトマトはね、いつものプチトマトやけど。すいません、出ました。でも、アスパラって、ほんまや、野菜どこって野菜。野菜忘れるわけないわな。でも、うん、普段びっくりのんきのお持ち帰りできへん人はこういうお持ち帰り、初めて頼むのええと思うで。僕も今日初めて頼んだから。家で食べるびっくりのんき、斬新やで。この何よ、びっくりのんきの味が家で食べれるっていうのがええよ。うん、うん、びっくりドンキのハンバーグ食い終わってビール飲むことないやん。あーうまいな。うん、この焼肉とかね、そういうのはもうちょこちょこちょこやってるけど、このお弁当動画、お弁当晩酌っていうのも長い間やってなかったよ。お弁当、前まではさ、ようスーパーでお弁当買うてきてはなんか弁当食い持って晩酌とかやってなかった。最近なんかな、そうだ、弁当晩酌やってないな思って。お昼の弁当、公園でランチか、あの辺とかはなちょこちょこ行くけど、そこまで弁当ランチやってないな思って。弁当ランチってね、結構お手軽やね。お手軽というか、見てはる人もそうか知らんねんけど、ほんまに何ていうの、自分がこう家帰ってきてさ、なんぞ食べようかなと思った時にお弁当とビールやんか、ほんま合うからね。ポテトあった。あれ、そうだら、このポテトはこの何よ、何やった、チーズバーグリッチャーは何やった、ワンプレートには乗ってないよな確か、このプレート。あれっていうことは、野菜がない代わりにこのポテトが3つ4つ乗ってるんかかもしれんな。でもそれやったら僕はあれやわ、いや、キャベツ分かるでしょ、何だろう、独特のマヨネーズかかったキャベツ、あれは欲しいな。うん、あれはうまいわ。ベイベイ、あーうめえな。うん、
そうかそうか、だから宅配してるときに水のもんが出てくるやつとか、できるだけ型崩れするようなやつを避けてるんかもわからないな。そうか、ついついあのチーズバーグディッシュ、僕一番好きやねん、チーズバーグディッシュ。皆さん何が好きですか？あの中になんか入ってるのが好きな人もおるやろ。でもシンプルにあのこのハンバーグが好きな人もおるやんか。僕上にチーズ乗ってるの好きやねんけどね。チーズと、パイン、チーズパインが好きやねん僕は。うん、うまいよね。で、昔からやけどさ、びっくりのぎて安いやん。ワンプレート何ぼや？あの特盛り頼んだ、特盛りみたいな、一等があるやんか。あれ 400g やったっけ、 500g ある時あったやんか。特盛りとかやったらね、1500円ぐらいするけど、それでもさ、ワンプレート1500円やったら知れてるやんか。ご飯食べるのにさ、おね、女の子とデートするの、まあ私も1年1回か2回ぐらいはこうびっくりのぎてデートしたことあるから、デートしたいな、びっくりドンキーで。うん、うまいな。ドキドキするんだよな。あれやっぱり女の子以上に、いや逆か、男以上に女の子ってドキドキしてるようなもんなんかな。僕この年になっても思うのが、どうも女の子って一歩この引いて、こいつどんな行動しようやろなっていうのを、なんか一歩上、もう一歩か二歩上から見られてるような気するから、ごっついもドキドキするんだよな男って。なんかそんな気、いつの年代になっても思うわ。うん、なんとも言えんけどね、それがええねん。うん、でも、そうやな、見てくれがやっぱりちょっとチャッチーから物足らんやったら物足らんけどな。うん、うまいな。ペルで、もうでもあれへんねん、あれへんねんけど、これカレーもあれへんねん。ちょっと待てよ、このハンバーグだけをまあカレーつけるか、これでいっとくか、カレー。なお、このカレーソース確か300円やったような気がするんだけど、これはちょっと高いように思うけどな。うん、あれもっとこの上にかけられるぐらいのドバッとしたカレーソースくるんかなみたいな、半分ぐらいしか入ってなかったもん。うん、どんなんかな思ったけど、多分これからメニューが増えていくんやろな。まあだから、うん、あの前々からビッグミノキさんあんのは知っとってんけど、あのいつになったらチーズバーグディッシュ出るかなと思って、あの楽しみにして今日頼んだんやけど、今日はまだチーズバーグディッシュなかったわ。そういうことでもう最後な、ハンバーグや、ご飯、もう完全に普通の飯や。完食。なんらの取り柄の台頭が、ごめんね。なんかもっと店探せや言われたらそれまでやけど、まあたまにはさ、あの何時のあのコロナ感染も関係ないような紅葉動画もええやないの。家でビール飲むっちゅうのもな、ええやんか。それでまあまたね、どうしよう、難波梅田言うたらちょっと人が密集しがちやからね、また今後もあの出て行ったりする動画は撮るんやけれども、でもどっちか言うたらその今まで以上にその違うところ、難波梅田以外のところもまた行ってみたいと思うんでね、またその辺お楽しみください。ということで本日はびっくりドンキのチーズバーグディッシュを食べてみたかったんやけれども、チーズバーグディッシュを食べれなかった動画でございました。ビール、あーでも久しぶりに食べたこの 300g のハンバーグ、お腹大満足でうまかった。ごちそうさまでした。